今日は2022年2月22日ということで、三重県伊勢市の、JR 三宮線二見浦駅に来ております。にちなんだ場所にいろいろ行ってみたいと思います。この二見浦駅の駅舎は二見の夫婦岩の形を模した駅舎になってます。これですね。じゃあちょっと駅舎入ってみます。もうすぐおひなさんでおひなさま巡りに二見ということで、駅舎の中にもひな人形が飾られてます。こちらにもたくさん飾られてます。一応ね、2月22日だという証拠写真撮っておきます。ホーム行ってみます。こちらは無人駅です。一面二線で向かって左側が鳥羽方面向かって、右側の2番線が伊勢名古屋方面です。名古屋と快速免許停車します。
津駅に来ました。津駅に来ました。津駅ですね。西口に回ってくれ、西口に向かいます。もう2月22日が津駅でこの入場券買って2022年2月22日買うと台紙がもらえるので買いに来ました。トインできなかったんで持ち帰りで2つ買ってきました。イートインできなかったんで次渚町の駐車場に来ました。それで実際はこうやって出されてくるんですけど、ね、裏向けるのが2なんですよ。2なん2個ね、蜂蜜まんじゅうの2個ね。裏向けとくと羽がパリパリなんですよ。じゃあここでいただきます。じゃあもう一個いただきます。ちょっとパリパリ感がなくなったかな。ごちそうさまでした。今回の動画はこれで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。